昨日に続いて第1クォーターこの3ポイント決めています。モンゴメリーで深く押し込んでくる、レーンが半身で押し込んで、さあここからスティール、一気に速攻です。預けてデイビーズ、ボールもナリックスが運んでいってデイビーズ、デイビーズ空いたジャンパー、フリースローラインから決めていきます。トップの位置で岡田、中でモンゴメリー呼んでいます。バンスパス、デイビスがフローター決めてきました。昨日はキャリアハイの得点26得点でした。で、そして池田です。そこから中仕留めてきましたモンゴメリー。真ん中戻してきて左が開きました、ワイドオープン、スリーポイントを決めています。李俊杰は昨日がデビュー戦でしたけれども得点はありませんでした。モンゴメリー、今のシーンではトラベリングを取られました。池田スピードアップ、池田が行く、ナイススティール、デイビース、篠山のピックを使った、池田右のコーナー、篠山ツーポイントです。しまうレーンです。おっと相手に渡してしまいました。ボールもねアレックス、まあ、リバウンド取ったところまでは良かったんですが、デイビースモンゴメリー外預けて空いたスリーポイント、お決まります。よく得点でやりきりました。モンゴメリーフックショット詰めた、アタックパス、モンゴメリーショットクロック5秒です。外を預けて藤岡、木村ディープスリーカット、ゴール下パス、モンゴメリーへパスパス、デイビースモンゴメリー東海林預けてモンゴメリーフリースローラインからジャンパー、テンなどと続いています。これはモンゴメリーのフリースローラインからのジャンパーでした。モンゴメリーがこの位置打ってきます。池田から中、モンゴメリーです。でもフェードウェイ打ってきます。モンゴメリーがどんどん得点を重ねていきます。左のコーナー空いていますけれども使ったのは近場、モンゴメリーショット、こういうショットを今日は落としてきません。モンゴメリー詰めたには情報がついています。そこをかいくぐってパス、アレックス・デイビース、ゴール下仕留めてきました。攻めたピックを使っておいて、モンゴメリーが来た、モンゴメリーエンドワン、しなやかに入ってきました。レーンのところを引っ掛けられました。3対2こぼれています。モンゴメリーで決めてきた、大きな得点です。攻めたパス空いた、決めてきます。スイッチ可能、情報スリーを打てない、ステップバックしてジャンパーというところですが、情報おーカットした、アレックス・デイビース
ここは情報のところを引っ掛けてデイビス独走ダンク。池田からモンゴメリー受け直した。モンゴメリーが来た、ワンハンドで決めていきます。で今度は寺島のパス受けてモンゴメリーが来て追い込まれています。取った、ノファール、パスにしてきた、モンゴメリー、あとはこぼれます。決め切ることはできませんでした。一気に寺島スリーポイント、ちょっとスプライルです。でギアを上げた、井出が来た、ナイスブロック。まずここを佐藤大輔、ナイスブロックでした。モンゴメリー空いた、おー決めた、こぼれます。今度は一気に来た、池田、中に入ってくる、池田が来た、デイビスボールを隠しながら池のコーナーワイドオープン、スリー来た、空いたから詰めた、外空いた、スリーが来た、突き放して18点差、85点目とします。出が行く、ナイスブロック、ここで試合終了です。